おだす国さんです。皆様おはようございます。今ね時間なんですけども、朝のね6時50分になります。これからね札幌のね中央市場、お魚がいっぱいある市場ですね、そちらの方にね行こうかなと思っております。それでね今回ご紹介する内容なんですけども、500円玉ワンコインポッキリで食べれる海鮮チラシをねご紹介しようかなと思っております。それではねこれからお店の方に向かいたいと思います。じゃあ行ってみます。はい、市場のところにねとりあえず着きました。北のグルメ亭とか結構こんな感じな建物があります。今日は月曜日なのでね、週末土日と比べるとお客さんの家ってどうなのかってわかんないんですけども、今日は7月の20日の月曜日です。こんな感じになります。じゃあお店の方に向かいましょう。それではねお店の方にね着きましたので、まずはお店のね外観の方からご紹介したいと思ってるんですけども、お店はねこちらになります。はい、はい、お店はですねどん兵衛さんになります。それではねお店の方に入りまして、先ほど言いました海鮮チラシの方をねご紹介していこうかなと思っております。それでは店内に入っていきます。はい、注文したのが到着しました。生の本マグロサーモン丼になります。1480円になります。このサーモンの脂の乗りを見てくださいよ。もうビジュアルが最高ですよね。そしてトロトロしてそうな生の本マグロ、それではいただきたいと思います。はい、はじめにこちらのお店で使ってた醤油なんですが、九州の醤油みたいな感じでトロッとした甘めなものを使用しておりました。それでは食べていきたいと思います。まずサーモン、もうビジュアルの通りで脂の乗りが半端ないです。脂にくどさが全くなく旨味がガツンときます。そしてシャリはちゃんと酢飯で程よい甘みと酸味があって、硬さとふんわり感もちょうどいいです。お次は生の本マグロ、これはコメントのしようがないぐらい身は柔らかく、そして旨味がガツンときます。最高な出来栄えのシャリとのマッチングはもう最強でした。1480円という価格は鬼のような安さと感じた丼でしたね。もう100点満点ですね。ごちそうさまでした。はい、食べてきました。今までの映像いかがだったでしょうか。今回はね食べたかった海鮮バラチラシ丼食べれなかったんですけども、代わりにね本マグロサーモン丼をねいただきました。価格以上のね美味しさがありました。キングサーモンはすごい脂が乗っててめちゃくちゃ美味しかったですね。あと本マグロ、これもねすごいパフォーマンスが良くて柔らかくてね深い味わいのあるマグロだったですね。やっぱ本マグロってうまいですね。それでねプラス100円でねご飯の方がね大盛りにすることが可能です。これもね嬉しいですね。まあね今回はね苦い悔しい思いをしてしまったんですけども、まあね旅っていうものはねこういうものがつきものですね。もしねこの海鮮バラチラシ丼食べたことがある方はね、下の方のねコメント欄の方にコメントいただければと大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画がねちょっとでもね良かったなと思いましたら、グッドボタン高評価の方をねよろしくお願いいたします。それとねまだチャンネル登録の方してない方はね下に登録ボタンがありますので、ぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。それではね今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまたバイバーイ。